ちょっとカルビの配信見てさすがに気になったからね、買ってきました。はい、ちょっとじゃあまあ食べていこうかな。バッファローチキンが一番辛いらしいから、それ以外は食べていこう。まあ、正直俺は一番このバッファローチキンがうめんじゃねえのかって高岡食ってんだけど、まあ一旦その他のものからいきたいと思います。ほら見てください、皆さん、いつもとパンが違う。マクザナルドはですね、他のねハンバーガーショップに比べてね、パンが僕はすごい好きなので、はい、こちらのね、アメリカン仕込みのねマクザナルドのねブレッドを、ね、食べていきたいと思います。それじゃあいただきます。うん、うまい。いつも食ってるエビのハンバーガーと違いが分かんない。うん、でもタルタルが違うね。ちょっとだけ酸味が効いて美味しい。あとなんか塩コショウの味もすごいするね。まあ普通にうまい。まあでもいつもよりパンがしっかりしてるから食べ応えはあるね。うん、トマトが入ってる。トマトの味がする。うまい。うん、ベリーウマーバなんかもうこういう風にうまいって言葉がもう出てこないよね、こういうレビューの時って。なんかもう全部美味しいって言って終わりだわ俺。もっと的確なレビューがしたいけどさ。でもまあこのエビタルは別いつものそのなんだっけエビカツバーガーだっけとあんまり変わんないから。はい、2つ目いきます。次、ニューヨーク肉厚ビーフポテト。これも美味しいんじゃないのかとは思ってる。もうなんかネーミングからして美味しそうだし。じゃあいただきます。そういう味。いや、もっとペッパーが効いててっていうのを意識してたけど、だいぶソースソースしてるね。まあソースはコクがあるんだけど、なんだろうな、こんなもんかって感じ。うん、エビの方がうまいね。なんだろう、パンチがね、なんか食う前めちゃめちゃパンチがありそうなのに食ってみたらさほどないわ。俺はそんな好きじゃない、好みじゃない味かも。なんか照り焼きほど甘くもないし、スパイシーがあるかって言われたらそうでもないし、なんかビーフシチューみたいな。ソースは甘め。いや、めっちゃ甘いってわけでもないね。コクの方がある。なんて言うんだろう、コーヒーみたいなコクがあるね。この味が好きな人は、好きな人は好きかな。俺は微妙だなこれ。カルビはこれなんて言ってた、ポテトのやつは。好き嫌い分かれる、期待外れって。やっぱあいつと舌が合うな俺は。まあ簡単に言ったらなんか大人みたいな味。多分子供は嫌いだね。あとデブもそんな好まなそう。ポテトが邪魔。いや俺そもそもポテトは別にいいんだけど、ソースがそんなかな。サムライマックの介護官みたいな。サムライマックっぽいんだけど味は。まあでも確かにポテトが邪魔してるかもな、その味を。まあ一番うまいらしい、一番人気があるらしいバファローチキン。食べてみますか。さあ、じゃあニューヨークバッファローチキン。さあこっちはちょっとね楽しみだよ。チキンフィレオとかでもないからね。めっちゃサクサクしてそう。はい、中身こんな感じ。それじゃあ食べていきます。いただきます。あ、辛い。
辛いぞ。え、めっちゃ辛い。うん、思ってる4倍辛いわ。でもいい。いや、でも辛いな、辛いな。うん、だいぶ辛いね。唐辛子って辛さする。辛いの苦手な人はちょっと無理かもな、この辛さは。マヨと合わせても辛い、全然勝ってる。これは飲み物が絶対に必要になってくるね。クソ辛、これ頼む人は絶対飲み物買った方がいいかもな。あ、結構辛いわ。俺辛いのちょっとだけいけるタイプなんだけど、通常ぐらいにしても辛いかもしれない。うん、でもやっぱ食欲がそそられるね、辛いと。いや、みんなが思ってる多分4倍辛いよ。しかもチクチクする、辛みが。唐揚げくんのレッドより辛い。唐揚げくんの10倍ぐらい辛い。ってか辛い、むっちゃ辛い。ちょっと辛すぎかも。いや、美味しいよ、すごい美味しいよ、マヨネーズだって。でもカレー、想像を超えてる辛い。うん、うん、辛ラーメンよりか辛い。え、これ俺が苦手なだけかな、辛いの。え、辛いよねこれ。結構辛いよなこれ。辛いの大好物な人は超好きかも。これ辛いの苦手な人多分悶絶すると思う。これ一番目に食ったら味わけわからんくなるな。辛い。俺辛いの苦手かも。いや、このハンバーガーが辛い。これそんな辛くない？ま？鬼辛いんだけど俺。いや、これちょっとリピれない。これリピれない辛さしてる俺は。無理、辛いわ。俺そんな辛いの、いや苦手嫌いってわけじゃないんだけど、全然辛い。よかった、これ最後で。これ1個目で食ってたらもう次の食えへんかったわ。